もうちょっと。こんにちは、ケンチです。ヤマトです。今回、今、はい、また新潟、雪中キャンプに行きたいと思うんですけども、はい、静岡は雨が降ってますね。雨ですね。で、なんと今回、超大寒波が降りてきて、大寒波で、その火曜日、水曜日がとんでもなく寒いと。なんか最高気温がもうマイナスいっちゃってるもんね。そうだね、マイナス2度だか最低マイナス6とかになってたね。最高がマイナスって、うん、そして大雪予報、うん、危ないからまた中でぬぐぬぐしておきましょうか。そうですね。いや楽しみですね。あ、綺麗綺麗。あ、いいですね。エッチですね。エッチですね。恐縮ですね。恐縮でございます。あそこを越えていく、越えていく。すごい綺麗だ。うわテンション上がる。毎回見るたびにテンション上がるね。水族館の入り口です。来た。じゃあまた出口でお会いしましょう。関越トンネルの先に待ち受けているのはどうだ。いい天気ですね。しばらく道なりです。普通に晴れてますね。普通に晴れてるね。でも雪はね、圧倒的に増えたね、やっぱり、うんうん、これ寒波来てんの。寒波は明日、明後日からまだか。うん、湯沢で一旦降りたんですけれども、はい、湯沢も全然雪が、山のやつが溶けてるみたいな、うん、そんなにないね。今現在5度。ほう、砂町の方にちょっとスーパーがあるかわからないので、このね、野口さんとコメリがあるところの湯沢インターで降りるとすぐに、うん、僕らの行きつけのラーメン屋のすぐそばに。そうですね。この野口さんで、まあ、地酒もすごい売ってるし。売ってるね。お惣菜も結構熱いんで、うんうん、そして隣にコメリもあるから、ここで薪、いい薪買ってね。うんうん、コメリの薪めっちゃいいからね。そうそうそう。あとちょっと私手袋買いたいんで。玉袋じゃダメ。玉袋移植またまた始まった。くっついちゃってる手袋。とりあえず防寒手袋買ってコメリのちょっとお母さんダンプ見てこうか。あのバカでかいの買ってく。あれ邪魔だね。どうですか、山本さん。なんか創作物作るなら固めのスポップあった方がいい。気もしないでもない。そうだね。プラしかないから。プラしかない。一発いっとく。これは？なんか違う。8割剥がすってこと。これでいきましょうか。うん、穴掘れない、しょうがないもん。ありがとうございます。今野口さんとコメリで買い出しをちょっと済ませて、うん、刺身がね、あんまりなかったから、うん、調べたら大関鮮魚店さんっていうのが、うん、ここでお刺身ゲットしていきましょう。ゲットとして津南町の方向かっていくと、うん、そうですね。アーケードだね。ねえ、その場所、この辺左、そこ左かな。あ、あった。大関さん、Let's go。 こんにちは、お願いします。今どう出ました。2000円ので160円になります。はい、支払いは現金。あ、現金。はい、じゃあ大関さんでお刺身を入手して、はい、次向かっているのは酒屋さんですね。酒屋さん、苗場酒造という、めちゃくちゃいい名前だ、ね、なんかまあ Google マップを見た感じ、うん、趣も抜群な感じでね。ねえ、うん、期待大ですよ。パチッかな。おお、渋いいですね。いいですね。綺
気持ちよすぎ。苗場酒造さん。お、まだ緑だね。早速お邪魔させていただきましょう。こんにちは。こんにちは。それこそ案外新潟県のお酒とかでも紹介されるようになってきたカモスモリっていう。去年飲んだね。ちょっと甘酸っぱいお酒なんですけど、すごいフルーティーな。はい、今おすすめの商品。うん、まあ、冷蔵庫に入ってたり。はい、します。さどれでいくか。さっき言った最近こっち去年もらったんだっけ。うん、これもらったカモスモリ。あ、でもいろんな、はい、こっちが純米吟醸で、純米大吟醸で、純米大吟醸で、山田錦、塩前が違う。ああ、山田錦。どれがいいかな。お刺身、純米あたり。そうですね、純米吟醸の方が酸味が少し強くて、甘さ控えてるので、料理に合わせるってやれば、はい、純米吟醸の方が。ちっこいのもらうか。そんなもんね。2人だから、ちっちゃいの人も、うん、でそれであっちで熱燗と俺を楽しむ。あ、お願いします、はい。うん、飲まれてるお酒っていうのがここら辺になるんですね。うんうん、あの原酒が結局19度あるんですね。でこっち15度なので、うん、普通に飲むんであれば15度のこちらの方、うんうんうん、でこっちだとあの6とかにして、うん、6でもいいんですか。缶つけて美味しいのだと こっちの方が。あ、ありがとうございます。じゃあこのお酒のあら、ありがとうございます。すいません、ありがとうございました。はい、おー、すげえ、めちゃくちゃいい皮が。おー、あ、ちょっとシナノ層がすごい。そして本当だ、こっちにするか。とりあえずチェツクイーン、チェツクイーンにしました。こっちでしましょう。見ていきましょう。はい、今日は晴れてるからいいけど、この木の下だと危ねえって言ってたね。うん、雪が起こってきて。おお、バックで入ったからよかったか。あ、なるほどなるほど。ここを自分たちで好きにやると。好きにやると。いいよ、しちょっと見てみようか。行きましょう。ちょっと行ってみましょう。すごいっすねこれは。あ、でもまあまあ固まってる？やべえ。やばいね。やべえ。すげえ、独り占めだ。全然いけるじゃん。いきなりボーって入ったし。なんかところどころ穴が開いてるから気をつけてくれって言ったね。ここにしようか。ここをキャンプ地とする。やべえ。半時期とりあえず大丈夫そうだね。ね。ああ。振り。半時期いらないの振り。今日これじゃあ踏み固めて。そうだね。テントが立てれるようにしていこうか。うん。ちょっと半時期もう一回履いて。あ、でも誰かキャンプした後じゃないこれ。なんか丸くなってる。あ、なってる。ここでもいいよ。なんなら。ここにしようか。怖い怖い怖い。疑心暗鬼になってる。あ、いけるいける。いける？あ、勝ち勝ち。ユウさんがやってたのかな、これ。だってちょうど僕らが今日張るテント。そうだね。そのまま、独り占め。うん。じゃちょっと、半時期履いて。踏み固めよっか。うん。くぅ、やっていこう。最高だ。半時期して、ちょうどいい日に入れたね。ねえ。短い装着中。うわー、すげー、すげー、やるぞ。やだ、これはもう乾杯タイム。乾杯タイム突入してますね。ちょっと感じの威力やってみるか。うん、後悔する。お、あダメじゃん。重すぎる。重すぎる。福井93。よいしょ。
これ飲みたいんじゃない。ちょっと取り行ってくる。いや、あるんです。ありがとうございます。いや、じゃあ運転ありがとうございます。あ、どうもです。それでは、はい、本日の宴楽しんでいきましょう。おぉ、うぉ、帰ってきた。帰ってきた。危なかった。初めて来たとこだけど。すごいね。めちゃくちゃ調子いいじゃん。ささっと設営しちゃいましょうか。行きましょう。おぉ、踏み固めていく。よいしょよいしょ。出るぞこれ。93センチプレスが。ほいほいほい。ほい。乾杯です。足を止めるな。なんかの足跡がある。なんだろう。肉球の跡があるね。みっちゃん、みっちゃん、あの、金玉、金玉じゃないの、大丈夫だ。シャンタムファルコンですね。久々だね。そのあと久々だね。最後に貼ったのも、リュウジ君のところの新潟の村上市。オールキャンパーズジャパンか、秋の。あ、そうだ、5度、5度だったから、5度、まだ暖かいけどね。オールスペースあったらすぐ行くからね。すぐ行っちゃう。熱交換されてめちゃくちゃ景色いいな。ねえ、これは勝ちよ。見てるだけで癒されたりとかも最高よね。うん、しかも多分夜なんて静かで川の音が聞こえちゃうんじゃないの。勝ちですね。勝ちですね。しかも温泉も、うわ、入れるぞ。入れるぞ。コンパニオン呼ぶか。そうだね、じゃんけんだね、ここは。最初はグーじゃんけんぽい。勝った。気持ちいい、気持ちいい。うっ、ぽい。うん、いいよ。うわ、足の裏寒そうっすね。これはこれは来るよ。ヤマト君の足の裏が行くか、先に日が暮れるか。よし、じゃあポール全部入れ終わったんで。はい、僕じゃあ中入って持ち上げてるんで。はいっす。じゃあはめていきますね。おっとっと、じゃあ飲み行ってくるよ。おいおい、温泉行ってくるよ。温泉行ってくる。よし、じゃあ片っ端からはめていきます。片方ですね。足の裏が冷てぇ。せーの、よいしょ。あ、ちょっと最後のカニ君が。あ、じゃあ、せーの。外でいいのかな、これ。外でも大丈夫だね、確か。大丈夫。あとちょっと、あ、来るぞ。よっしゃ。乾杯だよ。あ、疲れた。よいしょ。セットして、絞ると、はい、腕回りで。もうちょっと、はい、おーい、Thank you、 Thank you。 やった、かっこいい。かっこいいです。飲むか、飲むか。久々だね、六角ね。よし、出す出す。
よいしょ。ようやくここまで来ましたね、松さん。ねえ、この黒いエリアに足ついたら秒だよね。うん、秒で指が一回るくらいあるね、あったけえね。もうストーブ焚いちゃえば、こっちのもんでしょ。よし、いやー、ぬくぬくですね、もうこれも勝ちよ。ただ、山本さん、え、今日は明日ちょっとめちゃくちゃ雪が降る予定じゃないですか、うん、で外で過ごせないので、はい、これから穴を掘って外で焼肉をしたいと思います。そうしよう。大丈夫ですか。いやでも焼肉はそうだね、気持ちよくやりたいね。よし、しかも今回僕ら椅子もテーブルも外用ないですから。そう、何も持ってきてないからね。椅子明日はちょっとね、うん、この中で過ごすから、うん、今日は外でちょっと穴掘って作っちゃいますか。作っちゃいます、久々にね。軽く飲んどく、一回飲んどこう、一回飲んどこうか。危ないから。危ないからね。何が隠してたんですよ。やりましょう。あ、ちょちょちょ、あ、ちょっと、すいません、やべえやべえのよ。はい、いいね。あ、すごい。鍛えられる。乾杯しましょう。おいっす。はい、よっと。設営お疲れ様です。楽しんでいきましょう。よっしゃ。釣ってる。結構入るな。テーブルのとこは踏み固めといた方がいい。懐かしいな。去年やってないんですか。去年やってないの。2年ぶりだ、うん、おお。冷蔵庫の出来上がりですよ。入れる必要ないのに、うん、無駄を楽しんでいこうじゃないか。いいじゃん。でそこに、いや、これだ。はい、だ。ワン、ツー、スリー。ワン、ツー、スリー。そこに合流ゼロ入れたらどうなっちゃうんですか、マスさん。来た。来た。最高じゃん。最高じゃない？ちょっとね。こんな感じでしょ。うわ。椅子って作れるもんだ。ね。よーし、じゃあできたから米に浸透させて。それだけ入っとく。もう入りましょうか。うん、行きましょう。お願いします。やっぱり魚沼さんですね。魚沼さんですね。いいの食っちまうの。これいいじゃん。よし、とりあえず水につけときましょうか。いや、私たちはお湯に浸かりに行きましょうか。最高じゃん。よっしゃ。いや、魚沼で、うん、魚沼、魚沼、地元で地元のお米と水だけと、ね、地物を食べるという最高でございますね。よし、フライ行こう。行きましょう。最高でしたね。いやー、飲んだー、まずい、割れた。いやいや、めちゃくちゃあったかかった。行きますか。あたし湯冷めしないように。これが湯沢か。ランタンが凍ってる。
ランタンが凍ってる。じゃあ火灯して飯食おう。やりましょう。いいですね。火で行こっか。いやーいいね。素敵な夫婦だ。おっさん二人で。おっさん二人何やってんだ。よし。食べよ。今日の熱源はファン。トランギア。トランギアのストームクッパーで行きましょう。行きましょうか。ある。もうこんだけ切れるとね、ガスだと全然気化しないから、うん、火力が出ないからね。そうですね。アルコールストーブで、ガンガンやっていきましょう。行きましょうか。これどんぐらい入れていいんだっけ。もうパッツンパツン。そう、大和くんのキャンタマ袋ぐらい入れちゃってください。それ溢れるけど、そしたら溢れるんかい。よいしょよいしょ。じゃあ先ほど、うん、6日町で買ってきたお刺身食べていきましょうか。お願いします。大関さんのお刺身オープン。よいしょ。うわ、すごい、いいですね。仕上がってますね。なんだろう、ホタルイカもいるね。いるね。赤身中トロっぽいね。タコ、甘エビ、うまそう。いきましょう。やりましょう、やりましょう。次乾杯しとくか。ではでは。お願いします。それでは新潟の夜を楽しんでいきましょう。キョイキョイ。キュッ、めちゃくちゃ冷えてる。最高だね。うん、じゃあいただきます。いただきます。よっしゃ、いただきます。うん、まこれも横綱ですね。大関飛び越えて、大関こう通り越えて。うまっ。こいつだけテントに入れといたからちょっとちょうどいい感じになって、うん、ビールは本当にギリギリのラインで攻めてる。エクストラコールドだよ本当。甘エビちゃんいっちゃおうかな。私も甘エビちゃいっちゃおうかな。うめえ、甘エビうめえ。明日もここに買いに行っていいんじゃないかっていうぐらい、うん、調子いいね。タコちゃんもいただきます。弱火にするぜ。いいそう。あれ外した。はい、はい、じゃあよいしょ。オッケー。いやー、こんな寒いのにポカポカのご飯食べれちゃうのかな。仕上がってるね。めちゃくちゃうまい。中トロ仕上がってるな。うん、最高だ。うん、うめえ。え、めっちゃ入ってきた。お酢が、お酢が入った。めちゃくちゃうまいね。うん、これちょっと一発ジャパン、ああ早々にね、うん、行っちゃうっていうテーマあるね、これ、うん、行きましょう。カモしていきましょうか。カモすもりですね。カモしていきましょうか。2年前、うん、松野山でキャンプしてる時に視聴者さんが、うん、あ、そうなんだ、くれてよね、うん、すげえうまかった覚えがある。カモすもりいいね。ほなほな行きましょう。 ありがとうございます。うっす。飲み干すまで置けないコップで。いや、呪いがかかる。おいそ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 い。止まらないんだよ。あ、す
まらないよ。止めて。白のが見えます。オーケー。それでは新潟。カモス森。今日すごい。久々。ねえ、フルーティー、旨味すっきり。すげえな。やっぱりこれは。刺身よ刺身。かもしすぎちゃって。中トロ？中トロ。中トロだね。すげえ甘くて。よし。めっ最高だ。最高だね。まだだってあの前菜だよ。コースでいったら本当ね。本当よ。まあ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 。ああだから。これ飲み干すまで置けないからね。置けないんだよね。よいしょ。さすがに重視が。よいしょ。あ、おいさん。おいさん置けちゃった。置けましたね。置けちゃいました。あ、置けた。置けたんだよな。良さそうですね、匂い的に。ちょっと空気くるんじゃっていいですか。うん。もう保温するもんないから。私の上着でいい？行っちゃおう。まあ大丈夫。うん。じゃあテントの中入れとこうか。よいしょ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 。めちゃくちゃ沈んじゃったね。うん。ちょっとあの策を考えたんで。はい。下に割り箸で台座を作って。はい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 。パーティー仕様にしましょう。行っちゃっていいですか？お願いします。あ、いけんね。そうじゃないよ。長さ的に。あ、びっくりした。こういうことね。あ、そういうこと。あ、そう、いいね、いいね。水平取ってやるはずだ。きたー。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。肉を焼いていく。けい、いくぜ。じゃあ、焼いていこう、はい。まず何からいくんですか。牛、豚、鶏ありますけど何がいいですか。鶏からいくか。鶏からいきましょう。けい。めちゃくちゃしっかりした牛脂もらったんで。うん。これで油敷いていく。これはなんと、なんと岩手県の鳥でした。ありがとうございます。あの俺なんか切れてる気でいたんだけど1枚でしたね。いきます。切るもんある。おお、切るもんある。うまそう。皮ねじっくり焼いて、うん、パリッパリ系でいきましょうか。じゃあちょっと休ませといった日本酒飲んどくか。すいません堀さん、いつもお世話になってます。お世話になってます。うわうまうま。もう定位置になっちゃってるから大丈夫ですか。あ、うん、かもしていきます。うん、かもしていくか。あざさあざす。いけいけいけ。あ、そう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 そ。苗場さん来ますか。苗場さん、うん、これは先ほど行った苗場酒造で買った、うん、本醸造の苗場さんですね。うん、やりましょう。苗場さん本醸造で決めていきましょう。本醸造でいきましょうか。初めてのもね。そうだね。海鮮のチップス冷やから先飲んで、あとでちょっと缶につけてもいいんじゃないかなと僕は思うんですけど、うんうん、それはありです。ありですね。行こう。苗場さん本醸造
行きましょう。ちょっと味を確かめる感じで。OK、最初なんですか。くしゃ、ライバさん。よいしょ。ライバさん。おお、うお、いいパンチ力だ。うん。こりゃ肉でも、ピストン運動したらもう、トン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 。うん、ちょっと肉も開けてみましょうか。うん、失礼します。奥奥。まあ奥。こいつらは。うわ。うわうまそう。これもですね、エッチですね。恐縮でございます。恐縮でございます。矢野さん、矢野さん元気ですか。はなんとなんとマキマの柚子味なんですけど、うん、こちら、はい、先日僕ら東京アウトドアショーっていうイベントを出た時に視聴者さんがあのこれを くれて、うん、ゆず味なんてあるんですよね。え、初めて見たもんね。え、ちょっとマキシマムファンとしては、ね、ちょっとゆず味で今日はしばいていこうと思います、うん、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。お酒とかね、なんかウイスキーとか日本酒とかいろいろもらっちゃってね、本当に。ねえ、今事務所にいっぱい酒があって酒屋みたいな、酒屋みたいになってます。ありがとうございます。ありがとうございます。でも東京アウトドアショーめちゃくちゃ楽しかったね。ね、本当にいろんな人が来てくれて、やっぱイベントだといいよね。そうね、こう、うん、うちらも喋るの好きだからね、うん、こうやって喋ったりなんかバカ言い合ったり、基本ずっとバカ言ってもんね、うちらは。一日変わったもんね。フィルズフィールドとして出展したけど、うん、僕らはちょっとどっちかというと横の方で、ね、その見てくださってる方たちと、うん、交流させていただいて、交流させていただいて、またそういう場があるときはぜひ来てください。よろしくお願いします。トリチンきます。うひうわうわうわ、香りえぐ。できました。おい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 、これあの丸山さんが食べるさ。誰もわかんない。火通ったかね。通っているんじゃないですかね。あ、いいですね、いいですね。いいじゃん、いいじゃん。いいですね、いいですね。うまそう。マキシマムレモン味でいかしてもらってます。柚子な、柚子味でいきます。柚子ボーイ。今じゃないのよ、乾杯は。乾杯。小さい小さい、合うね。うん、合うね。マキモ、マキモ、ありがとうございます。ああ最高だね。うまっ、うまっ。火力上げます。これ今あっなくなっちゃった、うん、てか温泉最高だったね。おいしょー。今上げるもんじゃないし。話聞いてねえし。聞けよ俺の話。温泉最高だった。温泉最高だった。ガンガン行きます。お願いします。コントロもうめんだよな、うん、火力がまだ出てない。ん、火力がまだ出てなかった。じっくり。いや、この後に何でご飯食べるつもりなんですか先生。まだあるんですよ、焦らないでください。いや最高だね。最高すぎる、うん、あったけえし。新潟なんでこんなにいいんだろう。
酒もうめえし、酒もうめえわ、人もすごい優しいわね、本当だよね、うまそう。牛脂、牛脂食べる？ちょっとブリンブリンなんだよね、バカでかいホルモンみたいな。今すごい味効いてるから、うん、側だけ食べてもう一回ペチャっておいて、うん、あでもご飯と食べたらうまいんじゃない？これいけるかな。上陸よ、うん、旨味はすごい。旨味はすごい。よシリスターの話だから、うん、合うんじゃないですか。パンパンよ、パンパンよ、美味しいお肉と最高の新潟の夜、キャパイッ、次は何ですか。越前のホルモン屋さんの味噌ハラミ、ついと一緒にカルビも焼いちゃいます。イエイイエイイエイ、これも新潟県産、ついにお願いします。いきますよ、はい、贅沢が止まらないんだよ。ちょっとさっき蒸らしてた米も持ってきちゃいます。ぼちぼち、いいんですか。お願いします。よし、できましたよ。うわまだチンチンやん。チンチンですね。ここで温まれるもんだって。これちょっとほぐしますね。ほぐします。うわうまそう。これ、丼にしてガー行こうよ。行きましょうか。盛りつくぜ、盛りつくぜ、すごい、おい、肉なんです。うまそう。え、これでもう明日までいけんじゃん。キムチは添える、どうする？添えてください。添えてきます。けーうーわ、よいしょ、うまそう。温玉のくぜ。おいおい、みっちゃん、みっちゃん来たー、来たー、二人揃った。最後ちょっと、うおー、しゃー、オーシャン、オーシャン、オーシャン、いただきます。本当のパチン割って、うわ、いただきます。ドンキー、うん、ほほ、いただきます。うん、今韓国から僕帰国してきました。韓国行ってました、ね、不時着した。うん、愛に不時着してた。うーわ、うめえ、気持ちいい、うん、ギリギリすぎる。うん、やるか。いいっすか。
OK、よっしゃ、うん、OK、気持ちいい気持ちいい夜に、うん、やばいやばい、うめえ、うん、合う、合う、合う。でもあの焼き物も終わったんで、うん、中でしっぽりやりますか。タンクトップになっちまうよ中にストーブも今日ある、うん、そうだね、うん、まだ一瞬しか温まってないから、うん、それで熱感しながら楽しんでいこうか。楽しんでいこう。飲むかー、よいしょ、飲むかー。いきなり天国かよ。高っ、高いね。高ミュージマンじゃない。いいでしょ、よいしょ、気をつけていく、気をつけていく。乾杯するもんね。ん、乾杯するもんなかった。乾杯するもんな。ビール置いてきちゃったね。俺ちょっとビール入ってくる。くばいー。おい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 、漬物食うか。とりあえずビール持ってくるじゃんけんする。うん、よいしょ、グーじゃんけんぽい。最高でしょ。弱えんだよ。くそ。弱えんだよな。おどすー。よいしょ。短い始めていきましょうか。そうですね。二次会会場めちゃくちゃいいな。ねえ。おい、うい、はい。このスタイルめちゃくちゃいいね。ね。マットの下は雪だもんね。直の感じるもん。いるよ。ね。そろそろいいんじゃないですか、マスさん。いいんですか。いいですか。あっつ。あるよ。ある。また。ある。岡本製のやつがあるんです。ちゃうちゃうちゃう。ちゃうねんちゃうねんちゃうねん。ちゃうねん。北さん出さないの。いただきます。大河さん、熱かん。おお、うわ、あ、結構、あ、すごいよ、缶使っちゃってる。すごいよ、マサルさん。うわ、いいね。キャビッキャビッキ、うわ、酒缶が、うん、これはつけたらもう超いいね。冷やもうまかったけど、うん、パンがいいね。そうだね、いい感じに丸るかなって。しかしてるんだよ。あー、うまい。いや、じゃあ行く、ゆっくり飲んでいきましょう。ゆっくり飲んでいきましょう。長い間お付き合いいただきありがとうございました。ありがとうございました。また次の動画だと、うん、とんでもないことになっているはず、うん、予報では。そうだね、うん、まあ、ちょっと安全を見ながら。そうですね、うん、安全第一で楽しんでいきましょう。はい、ではまた次の動画で。アデュー。アデュー。うわ、最高最高最高。相良だからさ。そう、誰わかんないシリーズやっていこう。誰やねんシリーズ。